こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊アルカディア号を作る、こちらの22号が届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。はい。で、まあ、今回はね、監修周りを組んでいくんですけども、ラムじゃなくて今回はまた違う部分の作業をやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい。それでは22号の作業をやっていきましょう。22号は、監視ミサイルの組み立て位置ということで、配点部品はこんな感じになります。ちょっとね、監視のドクロのすぐ横のところについてるミサイルですね。そこの組み立てになります。ここは電動で、ニューッとスライドして、ミサイルが露出するっていうギミックになってるので、その辺の組み立てをやっていく形になります。はい。そしたら、やっていきましょう。ただ、まずは、この、左舷ミサイルランチャーのパーツに、ミサイルの支持アームを取り付けていきます。で、これ2つついてて、2つじゃないわ。6つか。6つついてて、それぞれ幅が違うやつがあるので、幅が違うのを組み合わせてやっていきます。で、このね、突起部、ミサイルの受けがここにあるので、これが上側に来るようにして、ここにセット。で、もう一個の方もここにセット。こうはめてあげるとね、ここにちょうどミサイルがセットできるくぼみが来る形になるので、ここに、このミサイルをセットしてあげる。こことここにセットして、これは接着しないのかな。で、横からもう一個のこのパーツを取り付ける。で、この時にね、パーツが干渉しまくるので、うまくちょっと広げながらはめてくださいって感じですね。こうしてあげて、これがね、結構クリアランスがきついんですよね。よいしょ、入った。よし。で、こっちもセットと、こういう形で、ミサイルがはまります。こういう形。そしたら、この上の段にもう一個のミサイルを入れるんですけど、これはこうねじ込むようにして、片方を引っ掛けてぐるっとねじ込むようにしてセットするという感じですね。はい。そしたら同じように、これを3列で取り付けていきます。パーツ自体はね、全部一緒なので、ちょっと慣れてきた。で、ミサイルをセットして、よいしょ。で、はい、こういう形、こういう形で、ミサイルをね、全部で6個セットしてあげます。こういう形で、で、セットしてあげたら、この上に、この蓋のパーツですね。ミサイルハッチ。ミサイルハッチのパーツを、ここに、セット。一応、これ説明書にはね、接着するように書いてあるんですけど、結構ね、しっかりつくんですよね。なんかまあ、別に接着せんでも良さそうな気はするけど、でまあ、これ稼働する部分だから、もしハマりが緩いと引っかかってね、手動で動かす部分だったら、こう様子見ながら動かす
って形になるんだけど、モーターで稼働する部分ってもし引っかかってもね、問答無用で動かしよるんで、バキバキバキっと取れる可能性があるから、うん、接着しといた方がいいかもしれないですね。やっぱりね、モーターはね、引っかかってるのは考慮してくれないので、接着剤つけて、でもね、これプラパーツなんで、この ABS が接着できる接着剤を使って接着してあげると。私はここで接着しとこう。よいしょ。で、こっちの下っ側ね、この軸のところも接着剤を流し込んでいく。今使ってるやつはね、流し込み接着剤って言って、こうサラサラの接着剤なんですよね。で、隙間があると、その隙間に毛細管現象でスルシルーと入っていって接着してくれるタイプなんで、こうやってね、はめた後から上からチョンってつけてあげれば OK なやつです。はい、よし、こんな感じでつけれたら、次に、ミサイルランチャー支持部品を、こうか、ここにこういう形で合わせてあげて、ここをネジで固定。ここで固定してあげると、はい、こういう感じになります。で、こっちは、今回は使わない感じになるので、これが取り置きになります。多分ね、これがここにこうつくんですよね。こうついて、で、これが外装パネルにペタッとついて、で、ここをモーターでこうシュートスライドさせるっていう構造なんだと思います。なんかめっちゃ引っかかるけど大丈夫かな、不安になる構造だけど大丈夫だろうか。まあ、なんとかなるでしょう。はい、そしたら、今回の作業はこれで終了になります。で、次の23号では、艦首ミサイルの組み立てにということで、まあ、これの続きですね、をやっていくって形になります。あ、ちなみにこういう感じでね、ギューッとスライドする形になります。はい、なので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。